ジャック・バルレリエ、ジャック・バルレリエは、ドミニコ会士、フランスの植物学者である。パリで生まれた。1634年に、医師の資格を取った後、聖職者に任じられた。余暇に、植物学の研究を行い、プロバンス、ラングドック、スペイン、イタリアを訪れた。23年間ローマに滞在し、ローマに植物園を作った。ローマで、 世界の庭園の執筆を行い、出版のために多数の同伴図を制作した。この本は、バルレリエがパリに戻り病没することにより、完成することはなかった。火事で原稿は失われ、同伴だけが残り、30年後、アントワーヌド樹州によって、フランス、スペイン、イタリアの植物図として出版された。324のフランス、 スペインの植物図と1932のイタリアの植物図にはそれまで知られていない数百種の植物が含まれていた。シャルル・プルミエによってキツネの孫かの赤に懸命されたほか多くの植物の学名にバルレリエの名に懸命されている。バレルは植物の学名で命名者を示す場合にジャック・バルレリエを示すのに使われる。ありがとうございます。